はい、どうも3月でございます。雨がパラついてるんですけれども、自転車のですね紹介をしたいと思います。後ろに見えますでしょうか。本日紹介するのがツッと、フルカスタマイズのキャノンデールのキャド12でございます。もう早速わかるもんね、いろいろ改造したの。あ、もうこれ完成車で最初から組んだよ。完成車ですわね。ブラックインクってモデル。ブラックインクモデル、あ、キャド12ブラックインクですって。キャド12のマーク書いてないです、ブラックインクだけ。へー、よくカーボンと間違えられてる。うん、カーボンに見えるもんね。めちゃくちゃ綺麗やね。あ、こういうところとかカーボンだ。なんとアルミです。アルミに見えないアルミです。じゃあ、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、まずコンポーネントですね。レバーがデュラエス9000かな、9000、デュラエスの9000ですね。これがレバーついております。そのまま、ブレーキもですね、往年のねシルバーに黒っていう感じで、クランクとチェーンリング見てみましょう。5236書いてあるんです。もうすげえね、肉抜きどころかもう珍しすぎて初めて見ました。クランクがですねキャノンデールの SISL2 って書いてますかね。チェーンリングは10アーム。そのままビンディングが SPDSL がついておりまして、マンオブザミッションのシールを経由して後ろのリアディレイラーですね、これがディラエース9000ですね。こんな感じですわ。すげえ綺麗なカセットが1125ですかね。これはついてますか。アルミに見えない、アルミに見えないっていうのは別にアルミが悪いわけじゃなくて、アルミでこの技術はすげえよね。サドルがですね、フィジークアリオネ。シートポストがですねキャノンデールの肉抜きのシートポストがついております。そのまま前へ来まして、前のハンドルがですねこれフィジークのステムに、キャノンデールのマークがあって、これ何なんだろう、ジップ、あ、ジップって書いてますね。ジップのハンドルでございます。ちょいエアロ形状、おすすめポイントってどこら辺ですか。いや、このバーテープと、バーテープとセミエアロのハンドルですね。コスパのいいハンドルのこのねバーテープは、ブリヂストンのやつのようで、スパーズっぽく見えてブリヂストンで1500円で買えるというね、おすすめですよね。明細ね、明細でもね。でハンドルもねジップで、ね、おしゃれ。どうすか。カッティングにねアルミですよ。キャノンデール。ほれ。すげえなマジで。こういうところがね本当。これ分かんないもんね。さあホイール見ていきます。マビックのキシリウムプロにイクシオンのプロタイヤがですね、ついております。キシリウムといえばこのね黄色いスポークでおなじみですね。全体的に見るとこういう感じ、一本は黄色で、あとはねおしゃれな感じでございます。タイヤはね25ですね。切れ込みがマビックっぽいですよね。さあこんな感じ。いいね、かっこいいじゃん。いいですよね。めちゃめちゃかっこいいじゃんこれ。カタログ値が 6.7 キロ。じゃあラチェット音いきます。はい、いきましょうか。じゃあこのね10アームの、はい、10アームから出るラチェット音聞きたいと思います。どうすか。はい、というところで、本日紹介しましたのがこの後ろにあります、キャド12ですね。珍しい真っ黒なねキャノンデールキャド12の紹介でございました。この動画がいいなと思いましたらですねぜひ、こういうマークとですねあとはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も3月でございました。